亡き親友、同じ新生ジムの穴口和樹の思いを背負って自分がタイトルを取った姿を亡き親友に届けたいんですと話していました。これまでのどの試合よりもかける思いが大きいんですと挑戦者の大橋は話していた。さあただしかしここも打ってきた技、大橋です。左、このラウンドはもうチャンピオンにも挑戦者にとっても大事なラウンドですね、そうですね、一つ一つのパンチポイントというのがかなり大事になってくる12ラウンドで行われています WBO アジアパシフィックのスーパーフライ級タイトルマッチ。アーチャンピオン中川も距離を詰めてアッパー、しかしアッパーにはアッパーで返していく挑戦者の大橋です。ステップを踏んで大橋左を返していく、右、ワンツーと打っていきます。これが第10ラウンド、これを入れて残すところは3ラウンドです。勝負も後半から終盤に突入している WBO アジアパシフィックスーパーフライ級のタイトルマッチ。画面右のチャンピオン中川健太、2度目のタイトル防衛戦、そこに対して右左と打っていく挑戦者の大橋。大橋選手はこの勢いをもうどこまで続けられるかですね。そうですね、はい、ただボディを打っていきます。ジャンプナイスボディ、ワンツーのスリーと画面捉えた、左もっと前ですね、中川の左炸裂、時にはサンダーレフトとも呼ばれます。チャンピオンの中川の持ち味、中川選手この大事なラウンドっていうの分かってるでしょうね。分かってますか、右だ、うまいですね、中川の右、左右やはりベテランですよね、この打つタイミングというのはやはり中川どうでしょうか、セレスさん。いやもうそれはもともといいんですけど、このラウンドの、ね、大事な意味を、ね、中川やっぱり分かってますよね。やはりそうですか、はい、ここも左打ってくる、先ほどのラウンドで流れが向こうに行ったので、はい、流れを渡さないということでこのラウンド来てるんですよね、挑戦者の大橋のペースにはさせまいと、チャンピオンの中川パンチを重ねている。さあここも左バツ、伸ばしてきた、200人の応援団が駆けつけているチャンピオンの中川、大橋選手としてももっともっと行きたいというのはあるんでしょうけどね、やはり中川選手のタイミングがいい、倒れた、聞いた、中身倒れた、聞いた、大橋の左炸裂、倒れました、中身聞いてますよ、これチャンピオン、ダウンを奪われた、チャンピオンがダウンを奪われました。さあ大橋が仕留めにかかるか、大橋さあダウンを奪ってからチャンピオン、第10ラウンド勝負が決しました。劇的でしたね、亡き友人穴口和樹に捧げる勝利、大橋哲郎、挑戦者の大橋が WBO アジアパシフィックスーパーフライ級のベルトを奪い取りました。新春プロモーションとして横浜支局の選手プロジェクトダイナミックドローのオンユネクスト、本日のセミファイナル WBO アジアパシフィックスーパーフライ級のチャンピオン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 、一気に試合がこの試合をストップしたタイムは10ラウンド2分48秒、10ラウンド2分48秒、テクニカルノックアウトで言いまして勝者 WBO アジアパシフィックスーパーフライ級新チャンピオン、絶対に取るっていう気合いがね、キャリアのある中川選手に対して長引かせなかったっていうのは素晴らしいですね。そうですね、WBO アジアパシフィック新チャンピオンに輝きました大橋哲郎25歳、亡き親友穴口和樹に素晴らしい報告ができそうです。いや改めてまずはセレス小林さん、はい、この第10